についてなんですけれども、セブンに住むのに、利便性がいい場所どこですかとかよく聞かれます。今も質問いただきました。日本人が住みやすい場所どこですかとか、安心して住める場所どこですかとかですね、あと一人暮らしの場合と家族の場合どっちがいいですかってあるんですけども、これ一人暮らしと家族ってセブンの場合はそんなに関係ないかなと思います。とにかく外国人がある程度いて、コンドミニアム、外国人向けもしくはフィリピン人の富裕層向けのコンドミニアムがあって、ある程度安全の場所、安全な場所ってことですよね。なのでセブでいうと、セブシティのアヤラ近くとか、マクタウンも外国人が多いので観光地という意味で安全なんですけども、ただ鬱陶しいというのはありますよね。日本人相手とかですね、日本語で話しかけてくるフィリピン人が多かったりとか、ちょっと鬱陶しいという人がいるので、僕はバランスいいのはセブシティ、ちょっとリゾートから少し離れますけれども、セブシティのアヤラ近くとかですね、そのあたりというのは比較的安全で便利という感じかと思います。フィリピンのガイドで